私自身、新型コロナ対策に専任をしたい、そういう思いの中で自民党総裁選挙には出馬をしない、こうしたことを申し上げました。正直びっくりしておりますが、総裁のご発言でございますから、考えに考えた末、ご決断されたことであろうと思いますから。私自身、出馬を予定する中で、このコロナ対策と選挙活動、こうしたことを考えたときに、実際、莫大なエネルギーがこれ必要でありました。まあ、そういう中で、やはり両立はできない、どちらかに選択すべきである。